4年ぶりのリーグ優勝を果たした巨人が待つ、16日からの CS ファイナルステージの相手が DNA に決まったことで、巨人に安堵の空気が流れている。巨人は今季2位阪神と12勝12敗一分け。昨季は6勝18敗一分けと一方的にやられており、岡田阪神には苦手意識が残っていた。一方で、3位 DNA に対しては、 16勝8敗1分けと大きく勝ち越し。ファーストステージ前にチーム内からは、相手は DNA の方がいいとの声が聞かれたが、甲子園でやるし、半信だろうけど、とも。それが、まさかの DNA の2連勝決着。初戦に先発予定のエースと合勝勢、24、は、巻きさん、佐野さん、オースティンと打つべき人が打っている。 そこを抑えることが大事と警戒したが、本音かどうか。ただ、都合にはトラウマがありそうだ。サル巨人 OB がこう言った。都合にとって DNA は、通算10勝12敗とセリーグで唯一負け越している相手でもある。初の2桁勝利となる12勝をマークした2022年は8敗中、最も多い3敗を喫した。 最終登板となった DNA 戦で最多勝をかけて登板したものの、佐野に痛恨の一発を浴びて13勝目に届かなかった悔しい思いもある。都合は今季の DNA 戦も1勝2敗で黒星が最も多い。3試合とも6回3失点以内のクオリティスタートだから苦手意識は払拭されつつあるとはいえ、本人が言うように、オースティン、マキ、 佐野が好調で、阪神を敵地甲子園で蹴散らした打線には勢いがある。もし先手を取られたら、2年前の嫌なイメージを思い出すかもしれませんよそういえば、22年も今季も、同じ12勝8敗でシーズンを終えた。狙った最多勝は逃し、最多奪三振のタイトルを取ったのも同じ。DNA 相手に足を救われた不吉なイメージが、 フラッシュバックしても不思議ではないということだ。